はい、皆さん、今回もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。じゃん嵐ミュージックビデオ週5 by 2 0オール b ベストクリップスでございます。はい、もうね、後半戦に今日から入るというのに全然言い慣れませんけれども、えー、前回お話ししたようにね、 前回がこのミュージックビデオを解説する36回目で今日は37回目後半戦スタートにもしかしたらふさわしいかもしれませんタイトル見ていただいておーっとなった方もいると思いますけれども今日はこのディスク1の1トラック目デビュー曲「嵐」のミュージックビデオでございますこれはね何回か私も見てますよね 知らぬ間にというか、えーまあ、デビューをした時にも見てると思いますしデビューしたあとにもね何かのきっかけでいつも出てくる、まあ、それはあのスッケスケのね「ミュージックステーション」で来てたあのベストみたいなベストって言わない直帰直帰も言わないですね <laughs>、はい、のあの映像、まあ、あれがそのね、えー、ミュージックビデオの中で出てくるか分かりませんけれどもどっかの楽曲であり,ありましたよねその時の,あのセットをそのまま使っていますみたいな。 のもありましたもうだからいろんなところで出てくるしね、えー、有名なきっと映像であり楽曲もそれはもう嵐嵐でしょ、まあ、衝撃でしたよね嵐というタイトルのグループで、えー、デビュー曲が嵐っていうそんなのなかなかないんじゃないですかはい、まあ、衝撃的な私もねそんなにジャニーズファンだったわけじゃないですけどもなんかあの記者会見とか見てたような気しますよねはいさあということで 今回はもう原点回帰後半戦スタート一発目でデビュー曲嵐の言えなかったデビュー曲嵐のミュージックビデオを見てみようということですここからすべてが始まったわけですからそれでは早速いってみましょう、えー、トラック一でございます嵐のミュージックビデオ再生ポンさあどんな感じなの実際ね改めて見てみたら ドゥグドゥグドゥグドチキソウソウでた後ろ側がこうねキュービックククキュあ言えないキュービックルービックキューブみたいなさ後ろバンドがいますよだからちょいと why is it b <バ> a That's all right それでさそれぞれの色を着てるスーパーボーイ相葉くんあれ we are cool 嫌なことあってもどっかでカッコつけるやる気だけ嫌いで言えない夢だけ持ったらいいでしょうてけすててて 「いつもすごいねみんな動きがすごい若い」え「えないよ、ね、まっちでも若い」「できないからたじゅうに大野くん挑発だね結構」 あ集めて、あひょっこんせ。ほ髪長い。嵐、フォーでかわいいね。今日もテレビで行っちゃってる。さくくんも声かわいいね。行っちゃってる。僕らはいつも探してる。でっかい愛とか希望を探してる。Everyday, everybody。まだまだ世界は終わる。すごい。でも、お野くん、動きがしなやかだね。この当時から。Let's get on, yeah. s e p by, step. 大野くん、うれい。う飛ぶよりも裸の、裸のまま。お。 結構声重なってますね手奪いて退屈よりも足劇が欲しいから大きな翼広げよう マイソウソウいつもすぐそばにある」これできないよね手の動きなかなか大 <laughs> かわいいねみんな,な中に風を集めて巻き起こせさあ一回バネを使ってくるっと回って「タカ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 うわすごい側転から爆転そしてわ 側転ちょっとねシルエットで誰か誰か今ちゃんと把握できてないんですけどタタタタタオレンジは相葉君がタタタさっきの「側転」「バク転」「相葉君か」「ててててて」「うわあそれだ今バク転をしましてもう一回おすごい相葉君はこのなんかわわ遠野君バク宙っていうの手前にチキソウソウすごいチキソウソウチキソウソウ,ソウ,ソウこれチキソウソウ」 当時もね、話題になりました「地球層層」今飛びた「塔」天を飛び交う無敵の雲をフライ a ウェイステップバイ step 大野君きれい飛ぶよりも裸のまま突っ込め二宮君ちょっとフードをかぶって「Day b バイ a y いくつよ」「つ」の発音いいね「つ」よりも欲しいから大きな翼広げよう「You は舞 e そうそう」さあ でんでん、さあ、ちょっとコードがね、コードじゃない、こう、白玉になってます。リズムがだんだん、<laughs> やって、静粛、突き抜けろ、二度目くん、嵐、嵐。 そうそういつもすぐそばさあ後ろにラップが入ってねえないよ誰も邪魔できない体中に風を集めて巻き起こせ嵐嵐43今日もテレビで行っちゃってるおジーっでかおおフェイク入ってますまだまだ世界ローラースケートのジュニアが来まして見ればいいじゃない Let's get on! レッツゲローレッツゲローイェーさあ来た小野くん。You are my soul, so いつもすぐそばにあるゆすれない。うわあ、きれな抜け出てるね、今も。できない体中に風を集めて巻き起こせ。嵐嵐おっ、きれいなハモリ。 わあ難しいわあきれいなビブラート入ってるけどさあ5人がこっち向いたまま画面がゆっくり暗くなっていきましたいやこれは時代を感じますね。 年年前,22年前ですかまああのー、これはもう別に嵐が道後じゃなくてねやっぱり人間としてやっぱ20年前になると声がまあ若いですねそして桜井君の声がちょっとこうやっぱね若いと低音の成分があんまりないので「今日もテレビで行っちゃったるみたいなねちょっとこう明るい声が強くなる今んで、ね、バカにしてませんよちょっと真似したみたいになっちゃいましたがそういう声がまあ若い子の特徴ですから。 えすごくなんだろうね生きがい生きがいっていう言い方がちょっと合ってるか分かんないですけどもう元気いっぱい感が出てますねでそんな中でも「譲れないよ」の最後のソロの時の大野くんはこの当時でも全体的に声は若いですけどでもあの高い音を伸ばしに行った時にやっぱり低い成分が なってましたね今これは私は結構いい意味で驚きでしたけどももっとあの辺も「うずれーないよ」みたいなちょっと明るい高音が出んのかなと思ったら「うずれーな」低音の響き鳴ってたので多分この当時から意識してるか分かんないですけどちゃんとたくさん吸った空気を背筋腹筋で踏ん張って高い音を出しに行かないといい響きにならないっていうのを多分知ってますね感覚的には間違いなく。 うん安定してましたね、高尾との抜け方がね。いやー、でもその5人のまあ歌声全体的にね、こう明るい、若いというのもそうなんですけど、やっぱりね、えー、ちょっと前にお話しした、あれ何の時に言いましたっけ、えー、時代の時かな。 だから声を思いっきりバーンと出していいんだけれどもちょっとどっかこんな感じでよろしいでしょうかっていうですね自分で音量をこう抑えているようなねそういう出方になってるので今のこの嵐の当時の音源を聞いてて今ライブで歌ってるやっぱ5人の嵐を聞いてますから声のやっぱりこう厚みというか勢いが全然違いますよね。 それはまあそデビューしたデビュー曲でそのね厚みとか声の通りを出せというのはなかなか難しいとは思いますけれども逆に言えば今の5人がどれれだけこれを今うまく歌ってるかというかもうなんだろうね体の中に完全に入ってますからメロディーリズムを奏でているというよりもなんかそれこそね普通にしゃべってるようにもうメロディーとか出てきちゃう。 歌詞なんかももうさくらく忘れようとしても難しいぐらいきっとね体に染み込んでると思いますけどなんかだからサビんとこに行った時に「You are my soul soul」のその「そうそう」がね「すいません」見て「You are my soul soul この辺ですか?」っていう感じが今はこの音源ではありますけどねもう今や踊りながら「You are my soul soul」ともう「そう」の音程一つとってもちょっともうね正しく当たるのは当たり前だから。 ちょっとアクセント変えてみようかなとか、ちょっと喋ってるふうにしてみようかなとかこれが20年ですよ。そしてねもう途中からは国民的アイドルと言われるほどこう大注目されながら日々過ごしてたわけですから自信と経験とねもともと持ってるこうセンスとそういうのを今やっぱりデビュー曲のミュージックビデオを見ると非常に本人たちももしかしたら。 恥ずかかかししいといいとねくすすぐったい感じももあるかもしれないですけどで私はね個人的にはですね今こうね5人が踊って歌ってるところの周りにジュニアもいましたけれども奥にですねなぜかしらこのドラムとベースとギターがありましてあのまあ弾いてるメンバーいましたけどもうほんと細かいところですよ。あの途中で、ね、リズムが

ジャーンみたいなよくギターのね布袋さんとかもやりますけど今ちゃんとダバーンで一玉で一玉じゃないあの大きな音符で弾いてますよみたいなのはアピールしてもよかったかもしれないですねそこまで作り込むほどのものじゃないかもしれないですけどその後ろっ側の子に関してはねうでもちょっと気にはなりましたね。で、まあ、そこまで言われてないからね別にあの子が悪いとかじゃないんですけど。 逆に最近のミュージックビデオではそういうとこはもちろんね、えー、こだわって作ってると思いますしより、えー、そのとこはないので逆にこう今見つけてねあこういうとこもあったんだなこの時期はな期はな,なんていうことを思いながらちょっと見させていただきまして細かいところですけどもね思ったままを全部お話をさせていただいている動画ですので、えー、包み隠さずお話ししてしまいましたけれどもまあどちらにしてもねすごい貴重な 映像でありますしあのジュニアでいたメンバーの中にももしかしたら有名な子たち今で言うとねがいたりするんじゃないかなとも思うとね何度もこう見返して止めてみたいような感じもしますしそのギターの子も実は誰々でしたみたいなことがあるかもしれませんけれどもはいということでこの原点回帰とまさにね言っていいと思いますけれども、えー、今日はデビュー曲 嵐のミュージックビデオを見ながら私が思うままにお話をさせていただきました皆さん今回も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。